歌詞が好き。え、始まり早々移動するん？か、これって、テレビアニメルパン三世のパクリじゃないん？いや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 、オマージュよ。オマージュ。え、雑なオマージュねえ。ぐっふ、ここで問題です。え、なに、いきなり。テレビアニメルパン三世のジャケットは、緑、赤、どっち？そんなん赤に決まっているじゃない。赤はルパンのトレードマークっしょ。ブブー、正解は、緑。え、マジで？そうなんよ。テレビ第1シリーズは、緑ジャケットなんよ。え、初シリ。ジャケットとか、キャラ設定が安定したんが、テレビ第2シリーズからなんよ。衝撃事実。ルパン三世テレビ第1シリーズは、低視聴率で打ち切りになったんよ。あらら。でも、再放送は高視聴率でまくり。おもろいもんねー。これを受けて、テレビ第2シリーズが、制作されたんよ。なるなる。そそそ。ヘビコは、ルパンと言ったら何？あ、藤子ちゃんとスリリング。藤子ちゃんと、スリリングね、了解よん。え、了解よんって。藤子ちゃんよ、スリリングよ。まあまあ、ついてきんしゃい。橋が好き。ででん、宮中橋。雑オマージュオツ、つか、藤子ちゃんは、スリリングは？宮中橋は、新潟県十日町市小原から宮中の信濃川に架かる、国道353号にある橋で、ふむふむ、全長 261.7 メートル、幅員 8.5 メートル、橋の形式は高山景観連続板下駄橋4。なるー。宮中橋はいつ開通したん？宮中橋が開通したのは1977年。1977年と言ったら、ルパン三世テレビ第2シリーズが制作された年。ぐっふ。ルパン三世、ずーっと人気だよねー。ルパン三世の、クールを気取りつつ、お調子者で女性に弱いところとか。ふうじこちゃーん。おっちょこちょいな面もあるけど、狙った獲物は必ず奪うところとかとか。マジ、しびれまくりよねー。おときも泥棒デビューか？ならん。でね、上流側には、宮中止水ダムがあるんよ。ほうほう。宮中止水ダムは、JR 東日本の支流ダムで。ふむふむ。このダムで止水し、下流の千住、小千谷、新小千谷の3発電所で水力発電をすんよ。ほうほう。首都圏の山手線、中央線等の電力の約 23% を作っている。23%、すごい。それから、どしたん？でね、もうちょい上流、信濃川に合流している、清津川があるんよ。渓谷、深い崖っぷちを逃げるー。まさに、スリリング。ルパンっぽい。そそそ。上流には日本三大渓谷、清津峡。日本三大、すご。途中に、清津峡小出温泉、温泉宿と土産屋があってねー。いいねー、私も温泉泊まりたい。峰富士子みたいに美人になりたい。風士子ちゃーん。あ、地元料理もよか。いい景色に、うまうま料理も楽しめるのは半端ない。で、清津峡トンネル。お、ルパンがトンネル掘って、金塊泥棒するイメージある。確かに。でもここ絶景なんよ。あ、知ってるー。トンネルの向こうに、絶景ポイントがあるとこだよねー。今度、ゆっくり来ようー。ちな、冬季に閉鎖されている場合とかあるから、ホームページで確認してから行くのがマストよん。了解です。次行くよー。まあぜー、ルパーン。銭形の親父ね、ぐっふ。それからどしたの？どどん、到着、ミオンナカサトよん。え、なぜここへ？スリリングがあるんよ。スリリング、なになに？ラッキング。あ、ボートで川下りするやつねー。スリリングマックスのアップダウンする世はもちろん。ほうほう。雄大な大河を体感するメニューもたくさんありまくり。アップダウン、やばやば、怖いよ。ツアー中は、ラフティングボートから飛び込んだり、川を泳いでみたり、川遊びの内容も充実してるんよ。川遊びはワクワクするよねー。やりたい。あ、ちな事前に予約が必要だからねー。で、スリリングを楽しんだ後は、たくさん癒されたいじゃん。もちろん、私は峰富士子。欲望に素直な女よ。え、なりきりやば。ぐっふ。ミオンナカサトはね、温泉、食も楽しめるんよ。お、来た温泉。なんといっても、ここの温泉、女性に大人気なんよ。なんで？宮中島の湯は褐色のとても柔らかな湯でね。お、おお。ツルツルとした感触は、美肌効果も期待されるんよ、んぷ。おお、これで藤子ちゃんに近づいた。藤子ちゃーん。ぐっふふふ。他にも神経痛、筋肉痛、冷え症、疲労回復、健康増進などなど。まさに、いい女っていうのはね、自分で自分を守れる女よ。温泉入っていい女になろう。おうよ。で、うまうまを楽しむ。うまうま待ってました。
チャンネル登録よろしくねん。もちろん、お米は地元産コシヒカリを使用。コシヒカリは安定のうまさ、やばいよねー。そうそう、さらに、地元の食材、旬の食材にこだわった料理が楽しめるんよ。スリリング&温泉で体力使い切ったから。野菜とか山菜とかでも、いいけど。気分いい、高カロリー。高カロリー？糖質、脂肪、塩分くれくれ。え、太るよ。目指せ峰富士子じゃないん。大丈夫。え、富士子ちゃん体型、バスト 99.9、ウエスト 55.5、ヒップ 88.8、身長 167cm、体重 50kg、諦めるん。大丈夫、ちゃんと体重隠しきるから、女の子から隠し事を取ったら、何も残らないわ。よくわからないけど、よろ。ガツン系、料理長こだわりの手作り焼き餃子、エビフライ定食、とんかつ定食あるよ。鳥も全部くれ。やば、ぐぬぬ。まだ足りん、あ、風呂上がりのビール忘れてた。やばやば。ビール、今すぐビールをくれー。へえ、ビールどうぞ。私はミオンちゃんプリン食べよっと。え、なにそれ、うまそ。ミオンちゃんプリンは、マスコットのミオンちゃんみたいなプリン。普通に可愛いし、私にもちょうだい。甘め、ほろ苦のカラメルソースが選べるのよ。私は、ほろ苦2勝。くれくれ、両方くれ。え、欲望やば。女の欲望は限りないものよ。この宝の山のように永遠に輝き続けたいのが女心なのよ。ぐっふ、藤子ちゃんの名言ねー。私の好きな名言はね。なになに？下を見て喜ぶな、上を見て悔しがれ。ふ、そりゃそうだ。ご視聴ありがとうございました。